冬に三好所属バーミンガムの監督に就任決定。バーミンガムシティは11日、ウェイン・ルーニー氏が新指揮官に就任することを発表した。契約期間は3年半となる。イングランド代表とマンチェスターユナイテッドのレジェンドであるルーニー氏は2021年に引退後、ダービーカウンチ指揮官を経て、2022年夏にメジャーリーグサッカーの DC ユナイテッド指揮官に就任。2022年に東地区で最下位に終わると、2年目の今季は勝ち点40の9位でレギュラーシーズンを終え、今月7日に双方合意の下で契約解除し、退任していた。コーチングスタッフのアシュリー・コール氏、ジョン・オシェ氏という現役時代のチームメイトと共に新たな挑戦に出るルーニー氏は、クラブ公式サイトを通じて、このようなエキサイティングな期間にバーミンガムの監督に就任できて嬉しい。クラブが将来の計画と野心を実現するために進んでいることは明らかだ。このような機会に備えるために、私は困難な環境に身を置いて指導者キャリアを築いてきた。私にとってモチベーションとなる計画があり、スタートするのが待ちきれないと意気込みを語った。エッグ。アシュリーイコールもオシェもいるのすの、何回もいい。なかなかの陣容やな。ルーニー監督というよりアシュリーイコールコーチとジョン・オシェコーチに驚いてる。ルーニーが監督かよ、時の流れが早すぎる。ルーニー懐かしい、もう監督なのか。ルーニーはキャリア積み上げて監督として万有に帰還してほしい。あよ、ユナイテッド戻ってきてほしい。そんなことよりルーニーおじさん監督もしたな。毎日サッカーに関する動画を投稿しています。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。